ラブラドールレトリバーとゴールデンレトリバーはどちらも人気の高い犬種ですが、いくつかの特徴で区別することができます。それぞれの違いを誰でも分かりやすく細かく説明します。毛の種類。ラブラドールレトリバー、短毛で密なダブルコート内側の柔らかい下毛と外側の硬い高毛を持っています。毛は防水性がありしっかりとした手触りです。ゴールデンレトリバー、長毛でシルキーな質感のダブルコートを持っています。毛はふさふさしていて波打つような形状をしています。毛色。ラブラドールレトリバー、主に3つの色があり、ブラック、チョコレート茶色、イエロークリーム色やゴールド色のバリエーションがあります。ゴールデンレトリバー、名前の通りゴールデン黄金色が特徴ですが、色味は淡いクリームから濃い金色まで幅広いです。体型と大きさ。ラブラドールレトリバー、筋肉質でがっしりとした体型です。全体的にゴールデンレトリバーよりもがっしりしています。オスの体重は約 29kg から36kg、 メスは約 25kg から 32kg です。ゴールデンレトリバー、ラブラドールに比べてやや細長い体型で優雅な印象を与えます。オスの体重は約 29kg から 34kg、 メスは約 25kg から 30kg です。性格の違い。ラブラドールレトリバー、非常にエネルギッシュで活発な性格です。遊び好きで人懐っこい一面があります。しつけやトレーニングに対しても非常に従順で訓練性が高いです。水遊びが大好きで水辺に連れて行くととても楽しそうに泳ぎます。ゴールデンレトリバー、穏やかで優しい性格です。家族や子供に対して非常に寛容で友好的です。また落ち着きがあり安心感を与えてくれます。ラブラドールに比べるとエネルギッシュさは少し控えめですが、依然として遊びや運動を楽しむ傾向があります。歴史と役割。ラブラドールレトリバー、もともとはカナダのニューファンドランド島で漁師が使う猟犬として活躍していました。毛網の引き上げや網から逃げた魚を回収する役割を担っていたため、水に対しての適応力が高く防水性のある皮毛が発達しました。ゴールデンレトリバー、スコットランドで狩猟犬として育成されました。特に撃ち落とされた鳥を回収する役割リトリーブに優れており、そのために柔らかい口と長毛が発達しました。毛が長く寒冷地でも耐えられるようになっています。トレーニングと運動量。ラブラドールレトリバー、非常に賢くしつけがしやすい犬種です。エネルギーが非常に高いため毎日たくさんの運動が必要です。知的刺激も必要で訓練やゲーム、仕事に対する意欲が強いです。ゴールデンレトリバー、ゴールデンレトリバーも賢いですが、ラブラドールに比べると少しおっとりした性格のため、トレーニングも少しゆったりとしたペースで行うことができます。適度な運動が必要ですが、過剰なエネルギー発散を必要とするわけではありません。健康と寿命。ラブラドールレトリバー、平均寿命は10年から12年までで、関節炎や股関節形成不全、肥満などに注意が必要です。特に食欲が旺盛なため食事管理をしっかり行うことが重要です。ゴールデンレトリバー、平均寿命は10年から12年までで、がん、心臓病、股関節形成不全などがよく見られます。毛が長いため皮膚のトラブルにも注意が必要です。家庭環境への適応。ラブラドールレトリバー、活発でエネルギッシュな性格のため、広い庭がある家や日常的に運動や遊びの時間を確保できる家庭に向いています。子供や他のペットとも仲良くできるため家族向けの犬種です。ゴールデンレトリバー、穏やかで優しい性格のため家庭内での安定した環境を好みます。子供やお年寄りにも優しく、家庭犬として非常に人気があります。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録お願いします。